ふわっちやる前ツイキャス3ヶ月やってたんだよ。で、閲覧がね、8人とか10人ぐらいだったんだよ。もう復讐しに来たね。復讐。うん。あの時の無念を晴らしに来た。うん。8人ぐらいでやってたから。ツイキャス久しぶりっていうか、あの、四季物語ぶりだね。あの四季っていうあのクソバ怖い訴えられるから、四季っていう おばさんにねやられて無期限だったから、うん、今怖いよね。誹謗中傷でも100万ぐらい取られるからね、うん、だから四季をクソババアとかって言っちゃうと、もしやられたら結構危ないんだよ。だからクソババアとか言わないようにしないと。誹謗中傷も危ないで、ほんと。あの、コメントも気をつけた方がいいで、俺金持ってるから。ね。あの、他のキャス主みたいに金ないわけじゃないからね、俺。たらふくふわっちで稼いでるから。ほら、開示請求とかできるで。うん、で、あの、法人の、登録も終わったしね。ツイキャス。画質が荒い。なんでだろう。なんで画質荒いんだろう。普通画質？うん？画質が荒いの？荒くない？つかお風呂入ったばっかりで汗かくってやばくない？俺。お風呂入ったばっかりなんだけど。これ脇を拭いてなかったのかな？あ、こっちはちょこっとだね。やっぱ利き手をよく汗かく。汚いっつうか、お風呂入ったばっかりなんだけど、お風呂。リスナーさん、ちょっとあの外部つけるからナイスだけ押してくれる。ごめんね。ちょっとそういうやり方ちょっとやってみるかな。ちょっと増えるかなと思って。うん。さ、楽しいな。何も気にしなくていいから、うん、ちょっと押してみて、ポチッと。うん、そろそろ限界かな。限界は何もないよね。むしろこっちの方が長時間できるで。うん、何も気にしなくていいから、うん、向こうだったらなんかね、立場とかもあるし、なんかプレッシャー感じちゃうけど、こっちは何もないから、別にあれを何も気にしなくていい。ちょっと ポチッとしてきて、みんなポチッと。ナイスナイス押したクソは、ありがとうね、うん、あの、悪口はいいで、何でも書いてやることやってくれたら何でもいいっすよ。ちなみに今日はどうしようかな。まあ12時までやろうかな。うん、12時まで。開示しない？じゃあ、あまりにもひどかったらね。どういうコメントが嫌かな。まあ今んとこあんまないな。嫌なコメント。で、あとあの、なんとかモデレーターっていうのを設定してるから、連投とかはブロックされるよ、みんな。俺はしないけど、二人リスナーいるから、うん、モデレーターっていうのがあって、嵐みたいな人はされると思うね。一応設定しといた、うん、ツイキャスでね、リスナーがブロック入れれるんだよ。うん、だその二人見てるか知らない、こうダサとかクソは入れなくてもいいんだけど、嵐みたいなちょっと悪質な人ね、そういう人だけ入れといて、うん、普通のコメントはいいよ、別にキモいぐらいは全然いいよ。まあ死ねもいいかな。うん、ちょっと粘着っぽい、なんか印象操作とかそういうのやってほしいかな。うん、連投とかね、誰々がみたいな、うん、キモぐらい全然いいから。うん、ね、アイプチもいいけど、アイプチしてないけどね、うん、まあブスもいいかな。
もう向こうで鍛えられてるから何言われても別に大丈夫、体勢ついてるね。うん、小殺しはまあまあ事実だしね。まあ好きなこと書いたらいいけど。うん、後ろの方、彼女です。もう付き合って2ヶ月ぐらい経つ。もう女に飽きちゃって、はっきり言って女にモテすぎて、もう女つまんない、ぶっちゃけ。うん、男の方がいいよ。なんでモテるんだろうね。でもツイキャスでちょっとモテたいな。うん、ツイキャスでまあお金あるからね。お金、先月も普通の年収ぐらい稼いじゃった。だからお金が好きな人はよかったら、まあでもあんま使えないけど給料制だから。いや1000万とかは稼いだことない。でも多分500万ぐらいなら結構稼いでる、1ヶ月ね。うん、普通の女は寄ってこない。普通って何ですかね。うん、普通って、じゃあ君も普通じゃないんじゃない、配信ばかり。まあ、俺は普通だと思うけどね。うん、普通に。あ、何これ、まゆちゃんの服なの、知らなかった。匂わせじゃないからね、これたまたまあったからね。これに匂わせじゃないですよね、マリオ。はい、たまたまマリオが洗ってたんだよこれ。本当だよ。うん、あ、ほらマリオが着たやつをマリオが洗って洗濯物にかかってるやつ俺が取ったんだよ。うん、でマリオが着てるから大きくなって伸びてるんだろうね。うん、おそらく。あ、じゃあ今日の晩ご飯、いつもうまそうじゃんマリオちゃん。はい、美味しそうじゃない。うん、マリオのツイッターいいねしてあげて。うん、美味しそうだね。ありがとうございます。うん、ちょっとマヨネーズある？あります。うん、卵にかけないとダメだよマリオ。これ野菜にかかっちゃってるから、はい、これは全然俺好みじゃない。はい、すみません。うん、卵にかけてほしい。あ、でも福神漬けはこれマジで好きなやつ。これココイチのやつ？赤い福神漬け大嫌いなんで俺。真っ赤なやつ。これがうまいよね。ココイチのやつとかマジでうまくて。真っ赤の着色料がやばいやつってマジで大嫌いだわ。でらっきょうもあるじゃん、うん、らっきょうも。うん、じゃあちょっと分かる。ああ、いいわ、分かってくれて。うん、写真撮る。じゃあ、みんなマリオのツイッターいいねしてあげてね。ありがとうございます。美味しそう普通に。うん、でも味はちょっと保証できないです。味はね、味はマジで厳しい。うん、こういうので正直言ってほしい、マリオ。はい、正直。正直がいい？はい。マジか。いや、正直に言うか。カレーって誰でも作れるじゃん。簡単だと思うっしょ。でもね、結構難しいで、カレーは。結構差が出るで。うん、でちなみに俺はシャバシャバカレーが好きだから、シャバシャバにした。はい、一応リスナーに聞いて。はい、でいただきます。なんかいいね、こうサラダにこうフォークが刺さってるから、なんか家庭感出てるね。はい、腹減った。今日節分だから普通はなんか恵方巻きとか食うんだろうね。恵方巻きとかね。牛乳太るで。お茶にしな、ご飯食べるときは。すいません。うん、子供じゃないんだからね。うん。
これ入れてきたら、ね、牛乳とかはやめな。ごめんなさい、これ牛乳飲んでいいの、パンだけだで。はい、あ、ゼロ番号ごめんなさい、忙しいところ、うん、お疲れお疲れ、僕も配信、あ、お疲れ、うん、僕も配信してるんですけど、ちょっと拡散してもらいたいことがあって。拡散してもらいたいこと、はい、うん、今日の配信で、うん、あのツナってもちろん知ってますよね、ツナ、うん、女性ツナね、でツナがとある配信者の人とコラボしてたんですよ。あ、なんか見たかも、それ。あ、見ました。その子ね、昨日ね、大花火投げてコラボしたいって言ってきたんだよ、その子。あ、ゼロワンにですか。そうそう、それで見てみたらツナといたから。あ、名前何でしたっけ、名前ちょっと忘れちゃった。名前なんだっけな、その子。リスナーさん分かります？あーがついてたよ。あくびちゃん？あ、いや、あくびちゃんは被害者の方ですよ。あの、コラボしてた人の名前。誰だっけな？黒目ちゃん。なんか、うん、黒なんとかだっけな。ちょっと出てこないけど。リスナーさん分かんないかな。うん。それで？クロチャンマンじゃない、クロチャンマンだ、あ、クロチャンマンらしいです、うん、あ、クロチャンマン、うん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 、クロチャンマンっていう人の枠、うん、なんかツナとコラボってしてたんで、僕まあ覗いたんですよ、うん、そしたら、うん、ずっとなんかあのあくびさんっていう方が、うん、ずっとツナに20万返してくださいってコメント打ってて、ちょっと尋常じゃないなって思ってああね、で、うん、ツナは、うん、このあくびさんっていう方に対して、うん、お金貸してくれなかったら死ぬからって言って、うん、で20万借りたみたいなんです。嘘でしょ。でそのあくびさんがずっとツナに20万返してって言っても、うん、しらばっくれてずっと笑ってるんですよ、その枠。あのね、ツナね、はい、いろんなリスナーから金借りパクしてるで。いや、それですごい、僕この枠ちょっと取ったら、うん、すごい数の被害者がいてびっくりしてるんですよ、うん、で、ゼロワンもなんか貸したお金返ってきてないっていうのは、それ本当なんですか。いや、俺はないけど、あの、ゼロワンはないんです、うん、マユはね、ゼロワンだからお金あげたって感じ、ま、いや、マユがあげてた。あ、まゆちゃん、まゆちゃんも電話したら5000円借りて返してくれないって言ってましたよ、うん、だからまゆは上げてたとか貸してるとかで、手口が全部死ぬ、貸してくれないと死ぬってやり方。あ、同じ手口なんですね。うん、だからもう返す予定もないから。あれ、うん、で、ゼロワンこれ知ってるじゃないですか。じゃ結構有名な話ですよね。有名だよ。でも、こうやって次々に被害者が出てきて、うん、これ僕とかゼロワンだけじゃなくて、もっとこう他の配信者にこの話題して拡散しないとダメですよね、もっと。いや、まあそうだけど、はい、貸す方もバカだね。うん、あ、まあすね、うん、まあそうなんですけどね、ツナだよ、ツナ、はい、うん、でもね、僕はもう死ぬからって言われてね、それをね、うん、かわいそうだと思って本当に貸してるんでね、救われてほしいんですけどね、本当。しかも振り込みだしね。うん、あ、振り込み、うん、振り込んでもらうんだよ。あ、手口が。そうそう、うん、で、あの、ああ見えて口が達者でね、ツナ、もうあなたしかいないとかね、もう他は借りてないとか、もう嘘ばっかりだで、うん、あ、うまい口車で。そう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 、うん、で、ゼロワン号ごめんなさい、ご飯中に、うん、すいませんでした、ありがとうございます。お話聞いてる。あと、かやくさんさ、はい、あの、警察に電話して、はい、あの、そこから運営に行くと配信停止になるとかね、そういうの拡散しない方がいいよ、はい、いっぱい電話多分かかってきちゃう。いや、でもね、うん、ゼロワン、俺ね、担当のデカにめっちゃなんか言われて、うん、ね、僕ね、もういろいろその担当デカのね、うん、いろいろほんまにひどいことされてるんですよ。いや、でもそれを言っちゃうと本当に警察署に電話するやつ出てくるから。でね、もうそれね、もうひどいこと本当されてるんで、うん、配信で全部言ってやろうと思ってるんですけど、職場ね、うん、職場はもう言っちゃってるんですよ、警察。あ、そう。だからもう子供にね、うん、もう仕事辞めないよ、かやくさん。いや、食べれないですって。うん、
俺は食わせてやるよ。はい、いや、ありがとうございます。もしクビになったらよろしくお願いします。うん、でそういうことだから、もう綱にはじゃあ絶対に金貸してはいけないように、じゃあお願いします、直樹。じゃ、うん、あ、たくさんありがとうございます。はい、どうも。ジェルマン、ごめんなさい。うん、いいよ、またね、大阪で。はい、はい、うん、うまいわ。美味しいですか。つか、みんなこれサラダにね、ブロッコリーとエビが入ってるんだよ。これなかなかエビはおしゃれじゃないか。エビ、これうまいよ。美味しい。うん、よし、マリオちょっと大阪行ってきて。わかりました。うん、で、直樹スカウトして、はい、あの仕事辞めさせてうち来る、あの結果出るまで帰ってくるな。うん、うん、わかりました。うん、ちょっと直樹入れるわ。だからもう帰ってこれないで、説得するまで。うん、わかりました。うん、あんなんね、仕事をいつまでもやってんのおかしいやん、あんな。うん、うん、もうやめさせよ。うん、うん、もったいない。か、不思議な味するね。ごまかかってる。なんか韓国風。これ何カレー、これ。これはゴールデンと。ゴールデンと。あの、なんだっけ。不思議な味するわ。プルコギみたいな味する。焼肉のタレ使ってます。それが最悪っすか。焼肉のタレをどうしたの。かけました。どこに。カレーに。焼肉のタレ、それなんでコメントでってこと。で、これはあの昔僕が働いてたところでやってたんですよね。あそこにかけちゃった。あそこじゃないです。ここ、あそこはこ、それに直接かけた。ここに直接かけた。もうかけないで。二度と、うん、二度とやめて。二度とやめます、ね。うん。すごいプルコギみたいな味するから。うん、カレーの風味があまりない。うん。うん、そうです。でもうまいけどね。よかったわ。うん。焼肉のタレかける人いる？あの焼肉のタレって何にでも合う説唱えるやついるじゃん。マジで嫌なんだよ。野菜炒めも焼肉のタレでしょ。ね、なんか困ったら焼肉のタレ。マジで嫌いだわ。焼肉のタレって焼肉に使うもんだから、何でもかければいいってもんじゃないんだよ。本当に。カレーとかにかけると最悪だよ、ほんと。こんなんカレーじゃないね。うん。でもね、一生懸命なんか作ってくれたらやっぱうまいね。うん。でももうかけないでね。今溶けないですよ。うん。つか、配信切れたかな。切れてまっとるやん。言わないと、リスナーも。リスナーさん、なんで外部配信切れたのに言わないの。もうやる気ないならもう外部やめな、もう本当に。やれやれ言うからやってるのに、なんで報告しないの。お疲れ、流れてくんじゃねえこの野郎。人の枠に飯食ってんだよ、こっちは。これこれ、ニュース終わったら YouTube とか Yahoo ニュースでも見てこい、この変なやつら。人の話ばかしやがって、流れてくるな。うるさいんだよ、おつこれおつこれ。メス食ってんだから黙れ、少しは。うるさい、モンジョリおつこれ。うるさいんだよ。お疲れって、これこれの枠にお疲れ様って打つ分であって、人様の枠に打つわけじゃないんだよ。打つコメントじゃないんだよ。そんなの。で、配信者は、ね、自分の枠にも来てほしいから、はい、お疲れいらっしゃいとかね、媚び売るかもしれないけど、はっきり言って俺は来てほしくない。迷惑。自枠のリスナーよりコメント流れてるじゃん。屈辱だね、こんなの。嵐に来るな。嵐に。
さ、これこれとさ、いろんな人のことね、とにかく言う前に少しはみんな自分のことも見つめた方がいいで、人のこともいいけどね、自分のこと、うん、焼肉のタレなしで了解です。うん、ご飯どっくらいうん、ご飯ご飯軽め、ルーチンチン、はい、で、ルーをちょっとしゃびしゃびにしてくれる。あ、わかりました。俺しゃびしゃび好きだから、はい、まだドロッとしてるで。わかりました。うん、ちょい水足してで、しゃびしゃびで、うん、ちょっとモデレーター NG 入れていこうか、おつこれ系。うん、しつこいから。まあいっか、まあツイキャスの洗礼なんじゃない。うん、まあカタカタしとけよ、アクティブ増えて楽しいし。うん、おつこれやっときなよ。うん、まあ見とけよ。うん、3ヶ月ぐらいしたら舐められないよ。うん、そんな俺の枠をね、荒らせなくなる、はっきり言って。うん、ここあのキャスのやつらもキャス民も徐々に俺を認め始める、うん、でリスナー増えるね、圧倒的に。割とガチで。うん、うん、楽しみにしてな。うん、いつもキャス続かないね。続くよ、今回は。うん、キャスだとデビューしがん、これしゃびしゃびすぎない？なんかスープみたいになってるじゃん。しゃびしゃびマリオさん、すいません、スープカレーみたいになってるじゃん、はい、まあいった、うん、一生懸命やってくれたし、すいません。うん、あ、スープやん。うん、でも焼肉のタレかかってないからうまいね。うん、スープカレーだ。うん、でもうまいわこっちの方が。自分でやれ。いや、純子ちゃん違うんだよ。昨日は俺やったんだよ、ご飯作って順番にやってるの。うん、いつもやってるから。昨日はおむそば作ったんで俺がね。うん、うまいね。はい、キャスの方が、いや、あんま変わんないで、別に。うん、まあ、どこでやっとこのサイトでやってもね、変わったことするわけじゃないから。うん、ふわっちの配信、ただの小好き。いや、あのね、ツイキャスも一緒なんだよ。でもツイキャスね、やつらってあの好感度気にしてるから、なんかね、小好きじゃない風に見せながらうまいことこじるんだよ、わかる？うん、でもさ、どっちみちこれで飯食ってるんだから、もう正直にお金くださいって言った方が俺いいと思うけどね。うん、ふわっち配信者のやつらの方がまっとうだよ、素直よ。うん、遠回しになんか好感度を稼ぐようなことしないから。うん、金稼ぎたいんだから金稼ぎたいでいいじゃん。あまりやめてね、俺のサイトの悪口言うの。うん、俺はね、一番いいサイト持ってるからね、向こうのサイト。うん、いや、帰るよっつか、別に両方やってもいいでしょ。うん、うん、違う違う、あのね、ふわみんがね、キャス帰れってコメントしてないのに。うん、
キャスミンじゃないから、うん、そもそもが、うん、同時配信かありえない。エビゾーに行ってこいよ、エビゾーに。でもちょっとあんま増えてないね。ちょっとナイス押してくださいよ、みんな。ナイス。俺に。エビはいい。じゃあなんで俺ダメなの？おかしいでしょ。俺でもいいじゃん。どうしてあれってね、ひどい、治安が悪いんだよ、こっち。治安が。誰君？ゼロは、ゼロから一歩踏み出す勇気、可能性は無限大、ゼロワンです。今年37歳、バツ2です。配信歴は4月で5年になります。媚びない、群れない、揺るがない。この3つを掲げて配信してます。よかったら仲良くしてください。あまりいじめないでほしい。子供は1人目の奥さんに2人。はい。で、元嫁に、1人できましたが、そういうことです。3000人の女と通話して300人の 女とコラボしてきた。モテるために配信始めました。リアルで経験人数は元嫁1人だけ。モテたくて配信始めてたら本当にモテたっていう、うん。で、今彼女も5人います。はい、5人。まあセフレも10人ぐらいで、うん、かっこいい、この見た目でね、うん、すごくない？金かかるってそんななんか貢いでないで、金そんな使ってない、むしろ貢いでくれる俺に。うん、脇見せろ。だからこういうのも可愛いって言ってくれる、うん。いや、嘘って本当なんだよ。本当モテるんだよ。しかもみんな美女めちゃくちゃ、うん。で、元カノとかみんな可愛いんだけど、みんな美女だね、まあ、優しいっていうのもあるんじゃない、うん。だってリスナーにも優しいじゃん、何言われてもね、受け止めてあげるじゃん。こんな怒んないでしょ。まあ余裕じゃない、余裕がある男はモテるよ、うん。だって俺余裕あるもん。なんかそんな、なんかいろいろ言われても別になんだかんだあれだしね、うん、幸せだしで、自信もあるしね、自分自身に。いくら稼いだ？いや、過去に2番目に稼いだ。今までで。リスナーさん、ありがとうございます。どうして自信持てるの？それは、配信の結果じゃない、うん、結果がなかったら自信もないけど。結果ついてくるからじゃない、うん。あ、会う女必ずやるね。うん、やれなかったことない。普通に配信外で会った女は必ず仕留める。 100% だね。抱かなかった女いない、うん。いや、エミ太郎は配信中じゃん、あれ配信じゃん。違う違う、俺が配信外で女の子に約束してとか言うので口説けなかったことない、うん。どんな硬いね、ドアも門もね、どんだけ鍵がかけてようが、こじ開ける俺は、あらゆる手段で。そうだよな、はい、うん。こじ開けれなかったことない、うん。スキピ諦めた。いや、やりたいとも思ってなかったからね、そんな。やりたいと思ったらやるよ、うん。いや、式だからやりたいと思ってないから、わからないやつだな、ね。あの、隣に喋らせようとするのやめて、ほんと。うん。あの、置物もね、なりたくてもなかなかなれないんだね。うん。
置物になろうっていう意識がないとなれないから、置物を極めたものにね、やめてやって喋らせる、うん、ちょっと外部バカにされてるんだったらちゃんと外部やってるよってコメントしないと、誰かもうほんとやめてね。ごちそうさま、美味しかった、うん、明日は俺作るよ。まだカレー残ってんの？少しだけ。あ、少しだけ、うん、ありがとう、はい、美味しかった、はい、痩せたけどな、だいぶちょっと食ったばっかりだから、うん、痩せたことない。そうですね、いや、豚って前もっと出てたんですよ、めちゃくちゃ。本当だよ。いや、食った食った。じゃ何やろうかな、ツイキャスで。来るは復縁芸で500万稼いで、来るちゃん付き合った時そんな稼いでない、2人とも100万とか、稼いでも200万ぐらいですよ。奈々ちゃんと会う予定ないよね、うん、なんかホテルにいたよね、奈々ちゃん。ライブも動画にしなくていいじゃん、割れちゃうでしょ。アイプチしてないけど、なんでアイプチっていうの？いや、ほんとしてないんだけど。やめてよ。アイプチなんかしてないかな。だからアイプチしてないって。ちょっと NG ワードしようかな、アイプチ。やだな、すごく。アイプチ攻撃。つか、俺ここがね、腫れぼったくてできないんだって。前なんか、10代の頃の女にね、ちょっとアイプチしてみてって言った時に、腫れぼったすぎてできないって言われた、うん、仲良しの配信者あんまいないかもね、まあ、パルとか、まあ、養分とか付き合い長いけど、うん、そんなね、慣れ合わないですけどね、あんまり、うん、たまに1年でも本当たまに会うぐらいですよ、うん、追加す来て、うん、今日からね、まあぼちぼちやろうかな。まあ政治は仲いいっつうかライバル、うん、仲良くはないんじゃない、表向き、うん、多分お互いね。あ、奈々ちゃんと07ね。でもあの藤沢って気持ち悪くて、あのイケメンとかそういうのばっかりじゃん。しかもなんかコヨくんの誕生日を祝うらしいで、うん、相手にもされてないのにね、うん、バラすなよな。コヨくんの誕生日祝うらしいよ、うん、本当に若い子だからやっぱ女じゃん、心が。でもやっぱ男だから、ああなんだろうね、ショタコンなんだろうね、うん、年相応にした方がいいし、彼氏いるのにさ気持ち悪いと思うで。